ご尊顔を拝し超越至極、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はリクエストにお答えして、後藤又兵衛の解説をやっていくぜ。後藤又兵衛、確か、大阪の陣で豊臣方の武将として戦った人、だったかしら？後藤又兵衛は黒田氏の家臣だ。黒田義孝、長政親子に仕え、朝鮮出兵、関ヶ原の戦いなどに参陣して功績を挙げるが、後に黒田家を出奔。最後は大阪の陣に豊臣方として参戦し、討ち死にした人物だぜ。武勇に優れていた、というイメージがある人よね。その分プライドも高く、主君と揉めて出奔した、みたいなね。そしてこちらが2022年12月現在、信長の野望最新作、新生における後藤又兵衛の能力値だ。戦闘面での能力が高く設定されている。まさに豪傑といった能力値ね。動画の最後にもう一度この能力値を表示する。又兵衛の評価が上がるのか下がるのか、ぜひとも最後まで見ていってほしいぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、又兵衛の名前から説明する。又兵衛の名前は、一般的に元継とされているが、資料によって正継、正房、正親、年房など諸説あり、よくわかっていない。そのためこの動画では、通称である又兵衛と呼ぶことにするぜ。名前からして諸説あるのね。又兵衛は大名というわけではないし、資料があまり、残っていないのかもしれないわね。続いて、又兵衛が生まれた年についてだが、これにもいくつかの説がある。現在では永禄3年、1560年誕生説が一般的とされているぜ。名前に続いて、生まれた年まで諸説あるとは。永禄6年、1563年、4歳の時に父親が亡くなってしまったため、又兵衛は黒田義孝に、子飼いとして育てられることとなる。そして天正元年、1573年、14歳の時に、義孝の長男である黒田長政に、近従として仕えることになったと言われているぜ。義孝に育てられ、黒田家の跡取りである、長政の近従として仕える。これは、義孝が又兵衛の将来を、とても期待していたと考えることができるわね。その後、又兵衛の叔父にあたる、藤岡久兵衛という人物が、黒田義孝に対して謀反を企て、出奔するという事件が起こる。そのため、一族である又兵衛も同じく、黒田家を立ち退いたとのことだ。久兵衛が義孝に対して、謀反を起こしたというけど、詳細はわかっているの？残念ながら、久兵衛の謀反について具体的なことはわかっていない。謀反が起こった時期としては、又兵衛が15歳を超えた天正2年、1574年から、天正5年、1577年前後のことであると言われているぜ。その頃って、何かあったかしら？この頃は、又兵衛や黒田家がいる播磨の国が、東の織田信長と、西の毛利輝元によって挟まれ、揺れ動いていた時期になる。久兵衛が義孝に対して起こした謀反も、織田、毛利双方による、政治的駆け引きの一つであると考えられているぜ。そうは言っても、謀反を企ててしまった以上、黒田家を出て行かざるを得ない。そんな中で又兵衛は、これからどうするのかしら？黒田家を立ち退いた又兵衛は、秀吉の家臣である戦国秀久を頼ったとされている。又兵衛と秀久が、どのような関係にあったのかははっきりしないが、秀久が秀吉に従い、播磨に入ってきた天正5年以降に、何らかの接点を持ったと考えられているぜ。又兵衛は、戦国秀久の家臣であった時もあったのね。これからどうなるのか、全く想像がつかないわね。戦国秀久に仕えることとなった又兵衛だが、その後、黒田長政の元に呼び戻される。長政が又兵衛を呼び戻した際、父である義孝から、又兵衛は謀反人の一族であるから、そば近くで飯使うことは無用、と命じられたというぜ。義孝からしたら、自分に謀反を起こした一族ということもあって、息子のそばには置きたくなかったのかもしれないわね。長政は父の命もあり、又兵衛の身柄を家臣に預けていたというが、あくまでもこれは一時的な措置であり、遅くとも天正14年、1586年には、長政の実親になっていたと見られているぜ。又兵衛は再び、黒田家に戻ってきたのね。記録が少ないこともあるのだろうけど、そろそろ又兵衛の活躍が見たいわね。又兵衛の活躍がはっきりとわかるのは、天正14年、1586年に行われた、豊前うるつ城の戦いだ。この戦いで黒田義孝は、小早川隆景、吉川元春と共に城を取り囲み、攻め落とすことに成功している。この時の又兵衛は、敵の士気を上げる活躍をしたと言われているぜ。記録に残っているものだと、この戦いが又兵衛にとって、最初の戦いになるのね。又兵衛もここから、どんどん活躍してほしいわ。九州征伐後の黒田家は、又兵衛の活躍もあり、豊前六郡、12万石が与えられた。豊前に入った義孝は、長政を馬ヶ岳城に置き、自身は中津城を修築。ここに移り住んでいるぜ。黒田家に仕える又兵衛も、ここからは九州を本拠地として、活動することになるわね。黒田氏が豊前に入国したのは天正15年、1587年のことであるわけだが、
黒田氏が入国してすぐ、鎌倉時代から豊前を中心に勢力を張っていた、紀伊重房を首領とする一揆が発生してしまうぜ。九州の人たちからすれば、黒田氏はよそ者になるから、受け入れられないという気持ちがあるのかもしれないわね。一揆が起こった際、吉高は肥後で起きた一揆の対応に出かけていたため、豊前で起きた一揆は、長政が対応することとなる。この時の長政は20歳と若く、血気盛んな頃であったため、重臣の声を無視し、紀伊重房を攻めようとしたというぜ。威勢がいいのは買うけれども、うまくいくのかしら？長政は2000の兵を率いて、紀伊重房の本拠地である紀伊谷攻めを行った。多少の敵を討ち取る成果を上げるも、紀伊谷が要害であったこともあり、最終的には退却することとなる。この時の長政は敵の追撃に遭い、多くの被害を出したと言われているぜ。やっぱり、勢いだけでは難しいわね。この時の又兵衛は、長政のそば近くにいて、伝令役を務めていたという。長政が退却する際は軍の最後尾に残り、長政を逃がすために戦ったと言われているぜ。撤退する時の軍を指揮するのは、とても難しい役割よね。戦場での又兵衛は、やはり頼りになるわね。その後、紀伊重房を中心とした豊前一揆は、毛利氏の援軍もあって鎮圧に成功。重房は降参し、自身の子供と妹を、人質として提出しているぜ。これで一安心、かしら？ところが、天正17年、1589年、紀伊重房は黒田長政の手によって誅殺されてしまう。重房が中津城を訪れた際に行われた、酒宴の席での出来事であったというぜ。あまりにも急なことすぎて、理解が追いつかないわ。この事件に、又兵衛は関わっていたのかしら？この時の又兵衛は、森友信と共に門の警護をしていたという。重房殺害に重要な役割を果たしたのは、野村助勝であるとされ、重房にとどめを刺したのは、長政自身であったというぜ。戦場では前線に出るし、汚れ仕事も自ら行う。長政という人物は、かなりアクティブな印象を受けるわね。文禄元年、1592年、秀吉による朝鮮出兵、文禄、慶長の役が行われる。又兵衛も、主君である黒田長政と共に、朝鮮へと返しているぜ。今度の戦いは朝鮮が舞台なのね。朝鮮でも、又兵衛のさらなる活躍が見られるといいわね。朝鮮に渡海した又兵衛は、金の二本勝負の兜をかぶり、栗毛の馬にまたがって、近江の槍を振るう装束であったというぜ。なかなかに派手ないでたちね。それだけ、自分に自信があるということなのかしら。朝鮮に出兵した黒田軍は後藤又兵衛、森友信、黒田一世の3名が、交代で先手を務めていたという。文禄2年、1593年に行われた、第二次信州城攻めの際には、又兵衛が一番乗りを果たしたといい、それを見ていた加藤清正が、又兵衛の武者ぶりに感激した、という話が残っているぜ。派手ないでたちにたがわない、勇気のある活躍を見せているわね。文禄、慶長の役における又兵衛の逸話について、他にもこのようなものがある。ある時、黒田軍の先手と、敵が遭遇して合戦となり、時の声が頻繁に上がったという。これを聞いた又兵衛は、味方が負けた、と言ったというぜ。合戦なのだから、時の声が上がるのは当然のことじゃない。又兵衛はなぜ、味方が負けたと思ったのかしら。又兵衛曰く、味方の声が次第に近くなっている。これは味方が負けて、退却してくるからだ、とのことだ。戦場では又兵衛の言う通り、味方が退却してきたというぜ。味方の声が次第に近くなってくれば、敵に負けて退却していると考えられる、ということね。先に紹介したのは、又兵衛の逸話としてよく知られているものだ。戦場での又兵衛は、このように機転を利かせることがたびたびあった、と伝わっているぜ。又兵衛は、勇猛果敢というだけではなく、冷静に戦局を見極める目を持っていた、ということね。文禄、慶長の役は慶長3年、1598年、豊臣秀吉の死去に伴い、黒田長政をはじめとする諸大名は、本国へ帰還することとなる。秀吉死去後の豊臣家では、秀頼が成長するまで政務を預かっていた徳川家康と、石田三成ら家康に反発する勢力との、対立が深刻化していくぜ。両者の対立は関ヶ原の戦い、天下分け目の決戦で決着をつけることになるのよね。関ヶ原の戦いにおける黒田軍は、森友信をはじめとする家老たちが参加していない。彼らは、長政の父である吉高と共に、九州にいたといい、黒田軍は主力を欠いた状態であったというぜ。それでも又兵衛は、長政に従っているのよね。又兵衛は関ヶ原の戦いでも活躍したのかしら？関ヶ原の戦いにおける又兵衛は、合戦の前哨戦である郷土川の戦いで、一番乗りを果たす功績を挙げた。家康はこれを評価し、又兵衛をはじめとする黒田家中の者たちに、お目見えを許したというぜ。ここまで来ると、又兵衛の先陣には安心感を覚えてくるわね。関ヶ原の戦いを、黒田氏はその功績を評価され、筑前一国を拝領することとなる。筑前に到着した黒田氏は、福岡城を新たな本拠地として定め、又兵衛も三の丸東部に、屋敷を拝領したという。
これは、黒田氏の筑前入国を機に、又兵衛が家老並みに取り立てられたことを示す事柄である、と言われているぜ。又兵衛も、これまでの功績が評価され、出世することができたのね。又兵衛は、福岡城下の屋敷に加え、蒲郡にある大隅城を預けられ、一万石を領したという。この場所は、肥前、肥後、筑前、豊後の四カ国を行き来する街道沿いに置かれた、大隅の中心地であるというぜ。交通の要衝になっている、かなり重要な土地ということね。ここを任されるあたり、黒田氏は又兵衛を、高く評価していたと想像できるわね。そんな中慶長11年、1606年、諸大名に対して、江戸城の修繕不振が命じられた。長政自身も、作業のために上洛し、伊豆にある石場から、材料となる石を運ぶなどの作業に従事しているぜ。江戸城の不振に、黒田氏も駆り出されていたのね。又兵衛もここに参加していたのかしら。この時の又兵衛は、加茂郡の名主、荻野忠右衛門から、初茄子と記事を送られたことに対する、返礼の書状が残っていることから、伊豆にいて、築城用の石を調達していた可能性が高いと言われているぜ。又兵衛も長政に従って、江戸城の不振に参加していたのね。これからは戦争も少ないでしょうから、こういった仕事も、できるようにならないといけないわね。ところが又兵衛は、同慶長11年、黒田氏の元を去ったと考えられている。この時の又兵衛が、明泉寺の僧に出したとされる書状には、城内で少し騒動があったので、自分の子供を預かってほしい。詳細はまた伝えるが、今は誰とも接触するのを遠慮している、とある。なんだか切羽詰まっている内容ね。又兵衛の身に何が起こったのかしら？又兵衛がなぜ、黒田氏の元を去ったのか。本当のところはよくわかっていない。一説では、又兵衛が頻繁に、竹と書状のやり取りをしていたことが問題視された、と言われているぜ。竹との書状のやり取り、それが問題なの？特に問題とされたのは、細川氏との交際だ。細川氏は関ヶ原の戦いを、黒田氏が領有していた豊前に入っていた。この時、豊前を去り、筑前に移る黒田氏が、年貢米を持ち去ってしまっていた。このことから、黒田氏と細川氏は、仲が悪くなっていたというぜ。黒田氏と仲が悪い細川氏と、又兵衛は書状のやり取りをしていたと、これは長政にとって面白くはないわね。長政は又兵衛に、細川氏との交際をやめるように伝え、互いに制止を交わしたという。ところが、又兵衛はその後も細川氏との関係を続け、さらには播磨にいる、池田輝政との関係も明らかになったというぜ。又兵衛は長政に注意されても、細川氏や池田氏との交際を、やめようとはしなかったのね。このことから、又兵衛と長政の関係が悪化。又兵衛は黒田家を出奔し、浪人になったと考えられているぜ。せっかく広いお屋敷や領地をもらったのに、なんだかもったいないわね。黒田家を出奔した又兵衛はまず、細川氏の元を頼ったと言われている。細川氏は、家臣の村上八郎左衛門を使わし、又兵衛を大阪まで送り届けたと言われているぜ。よりにもよって細川氏を頼るなんて、まるで嫌がらせね。長政からすれば、自身が取り立てた重臣である又兵衛の出奔は、とても不名誉なことであったという。逆に、黒田氏と仲が悪い細川氏からしたら、又兵衛の出奔を、何としてでも支援したかった、と考えられているぜ。黒田氏と細川氏の不仲があったから、又兵衛は筑前から、大阪へ移ることができたのね。その後の又兵衛は、故郷である播磨へ戻り、池田輝政から浪人分として、扶持を与えられていたと言われている。これを知った黒田長政は、又兵衛を追放するように、輝政に要求したというが、輝政は最後まで、これに応じなかったというぜ。長政に横槍を入れられながら、又兵衛はこのまま、播磨で過ごすことになるのかしら。そうでもない。というのも、又兵衛は徳川氏の家臣を通じ、黒田氏への帰参を願い出ている。しかし、又兵衛が黒田家に復帰するためには、出奔の原因となった竹との書状のやり取りについて、二度としないということを約束する必要があった。当然よね。長政からすれば、ここをはっきりさせないと、又兵衛を復帰させることはできないと思うわ。それでも、後の又兵衛が大阪城に入城していることを考えれば、又兵衛の黒田家への復帰が、叶うことはなかった。又兵衛はこのまま、播磨で生涯を終えることになるのかしら。もちろん、そうはならない。慶長19年、1614年、豊臣と徳川の間で行われた戦い、大阪の陣が発生する。又兵衛は豊臣の求めに応じ、大阪城へ入城。他にも、真田信繁、明石照澄らが集まり、総兵力は約10万人であったと言われているぜ。長らく浪人だった又兵衛にとって、一世一代のチャンスが巡ってきたのね。うまくいけば、再び城や領地を持つ立場に、戻れるかもしれないわね。大阪城に入城した際、又兵衛が率いていた兵は、約6000であったという。又兵衛が黒田氏の元でもらっていた治療高を考えれば、800程度が限界であると言われており、到底不可能な数であった。一説では、中国地方の諸大名から、3000騎を借用したとも言われているぜ。
この時の又兵衛は、一浪人の身であるのに、よく3000騎も貸してもらえたわね。大阪の陣に際し、諸大名は起請文の提出を強制され、表向きは徳川に従う態度を見せていた。一方で彼らは、自身の息がかかった浪人たちを大阪城へ送り込み、豊臣を支援する構図があったと見られているぜ。又兵衛に兵を貸した諸大名も、万が一に備えて、豊臣を支援しておきたいという、考えがあったということね。又兵衛をはじめ、多くの浪人たちを迎えた豊臣は、徳川と戦うこととなる。これに伴い、籠城か出撃か、大阪城内でも意見が割れていたという。そんな中、又兵衛は真田信繁と共に、城を出て、天王寺を本拠地として敵を迎え撃つ、という策を提案したと言われている。それでも、最終的には大野春菜が、小田浦久斎らの主張する籠城戦に決定。大阪冬の陣が始まることとなっているぜ。籠城か、出撃か。どっちが正しいかは、やってみなければわからないところもあるから、難しいわよね。慶長9年、1614年、11月26日、大阪城の東北に位置する鴨野、今福にて、豊臣方と徳川方の軍勢が衝突した。鴨野では、上杉景勝と渡辺忠、大野春長が。今福では、佐竹義信と木村重成の間で、それぞれ合戦が行われている。ついに、戦が始まってしまったわね。又兵衛の活躍は、どのようなものになるのかしら。又兵衛は、今福で佐竹勢と戦っていた木村重成に、援軍として加勢している。又兵衛の活躍により、佐竹勢は劣勢に陥るが、徳川方も堀尾忠春が加勢に入ったため、又兵衛たちは兵を引くこととなっているぜ。兵力差もあるし、そう簡単に勝てる相手ではなさそうね。その後又兵衛は、大阪城の南側に配置され、真田信繁と協力しながら、徳川方の前田利常、井伊直孝、松平忠直らと戦っている。この戦いでは、前田勢が真田の挑発に乗ってしまったこともあり、徳川方は大きな損害を出したと言われているぜ。この戦いは、真田の武士にスポットが当たりがちだけど、又兵衛もこの戦に参加していたのね。このように、戦場で活躍する又兵衛の存在は、徳川方も重く見ていたと言われている。毛利家に残されている書状には、又兵衛の息子を、家康、もしくは秀忠の直臣に取り立てることを条件として、又兵衛を大阪方から離反させようとしていた様子が伺えるぜ。確か、真田信繁も、徳川から誘いを受けていたのよね。又兵衛にも、同じようなことが行われていたと。このような状況下で、真田丸の攻防で失態を演じた徳川軍は戦法を変更。力攻めではなく、大阪城に向けて時の声を上げ、鉄砲や大砲による一斉攻撃が開始されることとなる。直接城を攻めるのではなく、鉄砲や大砲で、大阪城を攻撃する戦法に切り替えたと。籠城する兵にとっては、プレッシャーになりそうなやり方ね。実際、この砲撃により、秀頼の母である淀殿は弱気になり、徳川と和睦する方向へ傾いていったという。他にも、豊臣方は先の真田丸の攻防戦で勝利したことから、秘密裏に和睦交渉を進めていたという話もある。こういったこともあり、最終的に豊臣と徳川が、和睦するということに決定しているぜ。城内には秀頼と淀殿、豊臣の家臣と浪人たち、いろいろな人がいるから、意見をまとめるのは難しかったでしょうね。徳川と豊臣の和睦交渉は、今里にある京極忠隆の陣所で行われたという。交渉に当たった豊臣方の使者は、淀殿の妹にあたる上皇院。対する徳川方は、本田正純と阿茶の坪根。両者は最終的に、大阪城の城割りを条件に和議を締結。相互に起請文と人質を提出し、大阪冬の陣は終結となっているぜ。和議が結ばれてよかった、と言いたいところだけど、この城割りに、大きな問題があったのよね。その通り。豊臣方にとっての城割りとは、城の一部を破却することであった。これに対して徳川方は、二の丸以下の堀をすべて埋め立てて、大阪城を平城にする意図であったという。工事が始まってすぐ、豊臣方はこれに抗議を行っているが、作業は急ピッチで進められ、堀は埋められてしまうこととなっているぜ。和議を締結した時、城割りについてもっと詳細に、条件を詰めればよかったのかしら。和議が締結された翌年、慶長20年、1615年、3月に入ると徳川方は、軍備の増強を行い、軍勢を召集している。加えて、大阪から逃亡する者は、男女問わず捕縛するようにと、五機内の諸大名に命令を出しているぜ。和議が締結されて4ヶ月ほどしか経っていないのに、再び戦争が起こりそうな雰囲気になってきたわね。一方で豊臣方は、青木和重、上皇院らが使者となり、家康との交渉を試みている。交渉では、秀頼を大和郡山へ国替えさせるという案もあったというが、最終的に交渉がまとまることはなく、5月に入ると家康、秀忠は諸大名を引き連れ、大阪城へ進軍を開始、大阪夏の陣が始まることとなっているぜ。上皇院らの交渉も、最終的には決裂となってしまったのね。そしていよいよ、又兵衛にも最後の時が、
大阪夏の陣における豊臣方は、大阪城の堀が埋め立てられていたこともあり、城の外で戦うことを余儀なくされていた。対する徳川方は、河内、大和、紀伊方面から、それぞれ大阪城に向けて進軍。また米は6000の兵を率い、大和方面から進軍する徳川軍、約3万4000と戦うこととなっているぜ。兵力差は5倍以上。わかってはいたけど、厳しい戦いになるわね。このような状況下で、又兵衛ら豊臣方は、徳川方を河内平野にある藍色で待ち受け、迎え撃つことを決定。又兵衛は真田信繁、毛利勝長らに先立ち、道明寺に着陣しているぜ。兵力に差があっても、待ち伏せが成功すれば、何かが起こるかもしれないわね。ところが、道明寺に到着した又兵衛は、豊臣方の他の軍勢が、集結しきっていないことに気がつくこととなる。加えて、徳川方もすでに軍勢の展開が終わっており、待ち伏せが不可能な状況となっていたぜ。合戦が始まる前から、作戦がすでに破綻してしまっているわね。ことここに至り、又兵衛は開戦を決意。徳川方の松平忠明、奥田忠次勢に対して攻撃を開始する。又兵衛は鉄砲を打ちかけ、寄せては陣を立て直すことを繰り返しながら戦い、奥田忠次に加え、松平忠明の家臣を数名討ち取っているぜ。これは、もしかすると。だがここまでだった。又兵衛が率いる軍に攻められ、劣勢だった徳川軍も、水野勝成、堀直頼に加え、松倉重政、伊達政宗らが次々と来援。これにより又兵衛たちは、次第に追い込まれていくこととなる。もう、ダメなのかしら。又兵衛たちは、次々と新手を繰り出す徳川方を、数度にわたり撃退するも、開戦から約8時間の激闘の末、後藤勢は壊滅。又兵衛もここで戦死したとされている。享年56歳であるというぜ。よく、戦ったわね。又兵衛が戦死した後、豊臣方は八尾、天王寺、岡山などの各地で、徳川方に打撃を与えるも、兵力差もあってあえなく敗戦。大阪城にいた豊臣秀頼も自害して果て、大阪の陣は徳川方の勝利に終わっているぜ。又兵衛も奮戦したのだけれど、体制を覆すほどには至らなかったのね。最後にもう一度、信長の野望、新政における後藤又兵衛の能力値を見てみよう。霊夢はどう思う？戦場での活躍は言わずもがなよね。政務に関しては記録が少ないこともあって、よくわからなかったわね。視聴者の皆様はどう思ったかな？ぜひともコメントにて教えてほしいぜ。以上で後藤又兵衛の解説を終了する。ご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではこれにてごめん。また会う日まで。